はい、こんにちは、ブロックセス。今回紹介していくのは、えー、チケットを減らす要因となるですですね。それを確実に減らしていこうっていうブログの記事の補足動画になります。で、第1項目目は資格を減らすっていう部分になってまして、えー、この画像を用意しました。で、今、プレイヤーがこの星の位置にいるとし,いるとします。で、それから、まあ、単位時間経過後にこのエンドポイントっていうところまで到達しよう。まあ、これが目標だっていうことをした場合にですね、 えー、A のルートを取るべきなのか、B のルートを通るべきなのか、それをちょっと考えてみようっていう話になります。で、まず案内するのは A を通った場合ですね。で、A を通った場合には、このまま、プレイヤーが右に進んで、この矢印通り進んで、えー、P2 という場所に到達します。で、ここに到達した時にですね、えー、敵から狙われる方向が、こう来た B 方向、ベータ方向ですね、の敵とガンマ方向、敵はこう来たガンマ方向、 あとは、エンドポイント側から向かってきた3方向から狙われることになってしまうので、えっ、ー、と、危険側の、3方向、3倍あります。対して、B のルートを選んだ場合には、まずここの左、ですね。ここを見たときにですね、アルファ方向、まあ、ちょっと図でわかりにくいんですけど、このあたりの位置、ありますね。このあたりの位置から、アルファ方向を一旦確認して安全だということを確認してから、まず P1 に進む。で、P1 からの折り返しのときに、このあたりに維持して、 ベータ方向、ガンマ方向を一回で、えー、安全かどうかを確かめる。で、もし安全だったら、そのまま進んでいって、ここ、まあ、以前の P2 ですね。に到達したら、今度は、こっちを見るだけでいいので、先ほどのこの、ルート A に比べると、もう正面だけ見ていればいい。ちょっと赤に変えましょうか。と、ペン赤に変えました。この赤見てくださいね。で、ここ、まず、ここ。ここに到達した時に、アルファを見る。ここでアルファの安全が確保できる。 で、P1 に到達した時には、ここに来て、β、γ 方向を一回で見る。で、安全だという,ということが分かったら、そのまま進んで、ここ。まあ、正確には、ここですね。このあたりから、エンドポイント方向を見れば、安全に移動することができます。で厳密にはですね、えっと、ここに到達した,到達した時に、エンドポイント側と、まあ、こっち側を見ないといけないってこともあったりはするんですけど、まあ、それはちょっと、 ここ、ここからこっちに移動するときに素早く、まあこっち見ながら移動するとかして、敵がここの間を移動したっていうそのリスクをですね、なくしていくわけなんです。ちょっと分かりづらいと思うんですけど、まあ少なくとも A 方向、A 方向に比べて、A 方向だとこの3点から見えるでしょに比べて B のルーターを通れば、ここに到達するときに基本的にはこっちを見るだけで済むので、えー、より死ににくくなりますっていう第一項目の話でした。 で第2項目は、えー、コードを取るっていう部分ですね。で、今、えー、このプレイヤーが地面に今立ってるとします。で、敵のプレイヤーが、ここ。あ、ちょっとペン変えましょうか。ここ。の頂上にいる場合、えー、逆のプレイヤーからどう見えるかって話ううをすると、こんな形で、先ほど、えっ、ー、と、この赤い印で示したところが、先ほどの画像のプレイヤーの位置なんですよ。で、上から見ると、 もう全身が頭から足先まで全部見えるので、どう考えてもこの上、プレイヤー上の方が有利と。で、これが案外できてない人が多いので、必ず敵よりも上のコードを取るようにしましょう。で、えー、以前公開した初心者講座でも案内したんですけど、もし、デスしてしまっても、えー、下の方からは死角になって安全に蘇生ができるので、もし死んでしまった場合でも、 不利になりにくいデメリットがあります。なので必ずコードを取るようにしましょう。え、第3項目は、えー、軸。軸をイメージするって話ですね。で、これも以前やった話ではあるんですけれど、おさらいということで解説しておきます。で、FPS は自分の主観の視点なんですけど、えー、で、敵が出てくるとすると、この視界8、緑のラインで今表している、この視界の8、視界の8、もしくは、障害物。この障害物ですね。 あの、赤いラインでこの示した、あ、ちょっといい,いか、書き方悪い。こう。赤いラインで示した、この、えー、端から出てくるわけなんですよ。で、今緑のラインで書いてはいるんですけど、身長だとか地面なんかを考慮すると、えー、実際端を見るべきなのはここの辺り。だって敵って、え、何色にしようかな。赤でいっか。この赤のライン今自分書いてるんですけど、左側。この左側ね。ここから出てくる、出てくることってないじゃないですか。えっ、ー、と、地面があるんで。 だから見る、えっ、ー、と、一応左の方向は意識はするんですけど、えっ、ー、と、端で見るべきもところはこのあたり。このあたりですね。なので、えっ、ー、と、自分の、ま、メモリというか、作業領域というか、意識の部分ですね。を割り振るのを少なくて済みます。なんか全体を、これ、こう、えっ、ー、と、今赤い線で示しているここ。ここなラインは敵が出てこない。あ,あの、 地面潜って出てくるわけではないですし、上から降りてくることも基本的にないので、この身長の部分だけ、えっ、ー、と、見とけば OK って話ですね。で、ちょっと緑に戻します。で、あとは、ここ。障害物の端ですね。で、普通のプレイヤーって、えー、どこに見とるのかわからんのですけど、この10時、10時のラインを適当にその、どこに回さずに走ってたりすることがあるんですけど、ここにあらかじめ十字を、 置いておけば、敵がぴょんって飛び出してきた時にすぐに射撃ができるので、えっ、ー、と、この障害物の切れ端とか、こっちの端ですね。まあ、この端はカーソル動かしたらずっと別の方向行くので、えっ、ー、と、ここに十字合わせることはできないんですけど、えー、と障害物がある場合にはこの障害物のところにも十字合わせておく。で、えー、うい人だったら頭の位置に合わせておく。で、少なくともこっちすぐに反応できるように、端の方だけ意識しておくってことにすれば、えー、例えば、 こここにししとってて敵出てきましたでこの十字をまず敵に合わせて撃つまでの時間がロスになるのでそのロスを極限まで減らそうっていう話になってきますで今案内したのはあの左右の軸ですねえ何、ー、て言ったっけ垂直軸か垂直軸ですねでえっ、ー、と同じようにまあ、ここ今ちょっとまた緑で書きますけどここ右だったらこう左だったらここのまあだいたい身長ぐらいの部分を、えー 左右の端で意識しときましょうって話をしたんですけど、えっと、さっきと違うのは、この障害物、この柵があるじゃないですか。で柵があるっていうことは、ここから頭が出てくるかもしれない。ので、一応、十字のラインは、ここ。あ、まあ、ちょっと書き足りな。この赤いラインに、その、十字を合わせておく。で、どこから出てくるかわからないので、まあ、これマップに敵が映ってればもちろんいいですよ。映ってない場合には、 まあ自分がちょっと出てきそうだなと思うところに従を合わせておけばいいかもしれない。で、今ちょっとこの赤い、ここライン書いてるんですけど、敵がこういう風に横から出てくるかもわからないので、一応ここも忘れないように意識しておきましょう。4項目目は、えー、被ダメージを抑えるって部分になってまして、通常人のオブジェクトってこんな形になってるじゃないですか。ただ、あのー、障害物の切れ端。 障害物の切らしですね。ちょっと上から書くと、人がここにいます。で、こういう障害物の端に行って、えー、ちょっとあの、銃が傾いた時にですね、右クリックを押すと、体の半身だけ出して撃つことができるんですね。これがリーンって言うんですけど、敵から見ると、えっ、ー、と、今の状態だとどうだ。普通は、こう見えるべき、まあ、えっ、ー、と、こっち側から見たらですよ。こう見えるべきが、 こんな形になるので、これ頭ね。えー、だいたい狙いべき覚えとけとか半分ぐらいになるんですよ。そうすると死ににくくなるので、えー、よりデスを減らそうと思った場合にはリーンを使いましょう。方法は先ほど案内した壁の方に寄っていって、銃が傾いたら、右クリックです。で、これ今立ちの状態でこれ画像を撮ってるんですけど、しゃがみにも対応してるので、えっ、ー、と、しゃがみリーンって、えっ、ー、と、どこぞ乗ろっか 以外だとあまり見かけることがないと思うんですよ。なので敵の今日使おうと思ったら、立ち入り委ンよりも、そのしゃーミリーンの方がより効果が高いと思われます。あとはちょっと立ち回り、ま、の初歩とはちょっと外れてくるんですけど、えっ、ー、と、スポットですね。これは何かっていうと、敵の方向に向かって Q ボタンを押すと、敵の真上に 3D のそのマークがつくことと、ん ?3D のマーク赤いマークがつくことと、あとはマップ上に敵の位置が表示されます。 で、このマップ上に表示されるっていうのがあと、自分のマップだけじゃなくてですね、味方全員のそのマップに表示されるわけです。で、これが何がわかるかっていうと、えっと、兵器だったら、まあ、兵器だったら、まあ、兵器でも歩兵でもそうなんですけど、向いてる方向がわかるんですよ。で、今ちょっとあの、これ、ミニマップバグってますけど、どこのボードってこっち向いてるじゃないですか。まあ、位置的にはここで、こっち向いてる。 で、こういう風うにあの、兵器も歩兵も、その向いてる方向がわかるので、えっ、ー、と、今後の、まあ、ちょっと書くかどうかわからないですけど、その、よりですを減らす方法なんかを、ちょっと解説していく場合には、このマップを使うっていう部分がかなり重要になってくるんですよ。だからもう移動中は Q ボタンを連打して、スポットをする癖をつけておいた方が、もし自分が殺せなくてもですね、味方が殺してくれて、もしくは壊してくれて、えー、蘇生してくれるっていうことがあるかもしれないので、えぇ、ー、こと BF に限っては、えー、他のタイトルはどうかしらなんですよ。 スポットっていう操作が重要なので必ずやっていきましょう、えー。スポットの数が多ければ多いほどその味方が有利になりますし自分も死ににくいもし死んでしまっても蘇生されやすいですねで死体になった場合にですねこの兵器は生きてたらいつまでたっても蘇生困難ですよただこれスポットしとって味方が先に壊してくれたら蘇生なんかも入りやすいので、えー、積極的に行っていきましょう 最後の5項目が一番自分が気をつけている敵と目を合わせないっていう部分になってくるんですけれども、えー、これは、え先ほどのスポットと密接な関係があって、えスポットをすると敵がマップに表示される、あとは視線が表示されるって案内をしたと思います。で、ちょっとあの、敵のオブジェクト作れなかったんで、えー、とダルマのイメージでちょっと持ってきたんですけど、ダルマがマップを見てこっちを向いている時には、えー、壁から出ない。ですね。決して壁から出ない。 ま、よほど、その自分が切迫した状況、もうやばい。このまま、あの、この位置におったら死ぬっていう時は別ですけど、え、時間に余裕がある場合には、え、敵がどこかを向く、もしくはその一点、時点を、ま、少なくともこっちを向かないようになるまで、え、待機する。左行こうが、後ろ行こうが、あとは右行こうが関係ないんですけど、えっと、前を向いている時だけは、あの、体を出さないようにしておくと。で、逆に、その、後ろ。 向いた、まあ、逆にっていうか、まあ、右とか左とか向いとってもいいんですけどこっちを向いてない時にそのリーンもしくはその普通に飛び出して打てば、えっと、理論上、えー、敵は攻撃しようがないんですよ敵はこっち気づいて振り返って打つまでは自分ダメージを受けないんで、えー、敵と対面しない目を合わせないっていうことをすれば打たれることがないっていうのを意識しておきましょう自分がマップ見てるのはその視線っていうのを見てるんですよ例えば、えー、とマップに 敵がっですねで。もし、えっ、ー、と、2点から見られている状態で、片っぽがそっぽ向いても、片方が見ている場合にはもう出さない。もしくはもうルートを変えるっていうことをしているので、ちょっとこれ動画ちゃんと見ないと気づかないと思うんですけど、えー、とそうしていくことによって、えっ、ー、と、ですが減ってきますで。この5項目目がそのマップを使うって話になってくるので、えー、ちょっと初心者の人には難しいかもしれないんですけど、 本当にこれ、あの、マップを見る上で、えー、初歩の初歩なので、えー、意識して、マップを見るようにしましょう。もう正直自分は、もうこの、まあこれ何回も動画で言ってますよね。えっ、ー、と、ここ。ここ。ここ見てないです。ここ見てない。撃つ、見るのはその撃つときだけで、基本的には全体マップ。まあ動画見てもらったらわかると思うんですけど、あの、全体マップを開いて、動画は、動画じゃない。マップを見て、敵の分布を見たりだとか、あとはこのミニマップを見て、 えっと、ルートの選定をしているので、えー、そのような形をすれば、ですは減るんですけど、ちょっとやっぱりそのミニマップを見る癖っていうのをつけていかないと、そういうことも難しいと思うので、まずは1対1、見えている状況で、か、え、ぇ、ー、顔、目を合わせないっていうのを意識してやってみてください。 今回は5つの項目で案内させてもらったんですけれども、えー、それ以外の内容がもし気になった場合には YouTube に上げている、えー、BF4 動画講座を見てもらったら、えー、多少は保管できると思います。ただしちょっと自分が気を付けている立ち回りのうちの1割から2割ぐらいの内容しか、あのー、まだ上げられていないので、えー、完全ではないんですけれども、多少は効果があればと思います。で、今現在30項目ぐらい上げているので、どれを見ていいかわからないっていう方が多いと思うんですね。なので、えー 今回の,その5つの項目につきましては、その関連の動画っていうことで、えー、リンクを踏めば対応した番号の講座が開くようにしていますので、まずはブログの方をご覧ください。でもしそれらの動画に何かしらの意味があったら、えー、動画講座の上から順番にまた見てもらったら、えー、より詳しい内容を確認することができます。で最初の方は、えー、声を全然張っていないので、えー、聞き取りづらい、もしくはわかりづらいっていう部分もあるとは思うんですけれども、えー、我慢して見ていただければ幸いです。 最後まで動画の視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、ほぼ毎日ゲームに関する動画を公開しています。ぜひ、この右上のボタンからチャンネル登録をお願いします。もし、右上のボタンが表示されない場合には、この動画下の赤いボタンからも登録が可能です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ボルクスでした。